こんにちは、ちは横川コーチ。えっ、ー、と、今週末、えー、ワールドカップがあの開幕になりますけれども、日本チームの調子はどうですか？えー、まだよくわからないんですけど、えー、多分いいんじゃないかと思ってます。あのリラーメではあのもうすでに3日間とばれて今日4日目というふうに伺ってるんですけれども、今日のジャンプ台の調子はどうですか？<laughs> あの少し暖かくて、えー、レールに水が浮いている状態なんで。えー ちょっと選手は飛びづらいと思うんですけれども、えー、逆にあの追い風であったりとかあのすごい良い練習になったと思いますあの今週末、本当にワールドカップ開催なんですけれどもあの日本チーム、あのどういう結果、あのどういう、えー、リザルトを夏が良かったので、えー、その勢いを、まあ、冬にそのまま続けていきたいなとは思ってますけれども。 ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。